子どもの骨の成長に必要なカルシウムを豊富に含む牛乳学校給食でも牛乳は提供されていますが給食のない日でも牛乳を取ろうというプロジェクトの発表会がこれから行われます。子たたちのの成長・健康維持のために 給食がない日にも栄養カルシウムをしっかりとる習慣をつけてほしい。この思いを実現するために牛乳乳製品に関わるものとして新たなチャレンジを始めます。それが土日ミルクです。学校給食がない日もおうちで牛乳を飲むことを習慣化してもらうことを目指す取り組みです。学校、地域などの関係者と連携、子供もはもちろん、御社の方も対象として 情報や取り組みを発信いたします。例えば、子供たちの牛乳消費や、もっと飲んだ方が良い理由など、現状に関する情報の提供。牛乳をもっと飲みたくなる、そんな取り組みの実施。楽しく、おいしく飲むためのメニューなど、知識の発信。これらをさまざまなアイディアで形にしてお届けすることにより、 お家で牛乳を飲む、料理に使うということの習慣化を後押ししていきます。土日ミルクは牛乳でスマイルプロジェクトの一環です。牛乳でスマイルプロジェクトは国民の健康的な食生活への貢献や牛乳乳製品の安定供給と消費拡大を目的としています。酪農乳業関係者が一体となり、 牛乳乳製品の提供を通じて、健康と成長を後押ししていきたい、そのように強く願っております。将来の骨粗しょう症を予防するためには、成長期にどれだけ最大骨量を高くすることができるかということがすごく重要になります。で、その最大骨量を高めるためには、えー、っと骨を強くしないといけないわけですけれども、そのためには、タンパク質、 をはじめとするいろいろな栄養素が必要ですけれども中でもカルシウムが非常に重要になるということですカルシウムと骨の働きですけれども私たちの体の中のカルシウムの99%は骨や歯に存在していますで、そのカルシウムは何をしているかということですけれどもまず骨を作っているんですけれども実はカルシウムっていうのは骨を作るだけではなくてその次に書いてある 体のさまざまな機能を調節するという働きが最も重要です。実は一番大事な骨の働きはカルシウムの貯蔵庫です。牛乳1本でどれぐらいカルシウムが取れるかっていうとですね、227mg というふうに数字が書いてあります。で、これが例えば中学生の女の子、12歳から14歳の女性の1日に必要なカルシウムの28.4%。 まあ約3分の1ぐらいいが1本飲むととと取れますすよということですカルシウムをいくら食べればいいのかこれ見ていただくと中学生の男の子だと1日 1000mg 中学生の女の子だと 800mg のカルシウムが必要だということで、まあ、非常に多くのカルシウムを摂取しないといけないんですが実は取れてないということで、えー、っと年齢階級別に カルシウムの推奨量と実際の摂取量を比べたものですけれども、中学生のところを見ていただくと、1000mg 必要に対して、男の子は700にしか取れてないということになります。これは小学校3年生、小学校5年生、中学2年生を対象に同じように、給食のある日とない日でカルシウムの摂取量を見てますけれども、えー、とこれを見ていただくと、 特に重要なところは中学生のところなんですけれども、中学生はえっと骨がぐっと増えていく時期なんですけれども、えー、カルシウムの必要量は多いんです。ところが、給食がある日も、実は男の子を見ていただくと、カルシウムは 1000mg に達していないということです。それから、給食がない日を見ていただくと、もう小学生も中学生も皆さん、カルシウムがえっと1本から1本半。 多い場合だと、中学生の男の子だと2本半分ぐらいいいい足りななよととうことになっています。成長期の子どもたちにとってカルシウムを摂取するということはすごく重要でそのカルシウム源としてはいろいろな食品がありますけれども、えー、と中でも牛乳というのがカルシウムの量が多いということそれから吸収率が高いということそれから、えー、と手軽に取れると。 いう点もすごく重要だと思います一回の買い物で牛乳六本っていうのが定番、うん、<laughs> すごいですね <laughs> そうなんですよアメリカの家庭の買い物の仕方ですよそれでもそれがもう一日二日でなくなっちゃうんですわでも子供たちはね <laughs> <う>どんどん飲みますからそうですねもう成長期なので、うん うん、大切にしておりますまさにもうそういう意味では今日ねもう,うってつけのテーマという形かなとな、はい、い思いますけれども、はい、さあそして田中さんご家庭でも普段牛乳飲まれていらっしゃいますか、はいはい、あのごめんなさい私はちょっと一日六本は買ったことはないですさすがにそこまで求めないですよ素晴,素晴らしいなと思いますね私自身は元アスリートなので、うん、それこそ小さい時はもう牛乳は常に 冷蔵庫の中にあって、であの、もう朝も昼も夜も飲むっていう。なんか本当に、小さい時は水のように、普通に飲んでましたね。お二人のお話を聞いててですね、すごく重要な点は。はい、家庭の冷蔵庫に牛乳があるかどうかなんですよね。今子供たちが、例えば自販機で牛乳買おうと思っても、なかなかないですよね。はい、みんなペットボトルのお茶とか、はい、炭酸飲料とか、そっちばっかりで。 牛乳を飲む機会っていうのがすごく減ってきてるので、あの家庭に冷蔵庫にあれば、いつでも子どもたちは水代わりに飲むかもしれないですし、飲む習慣っていうのはこう続けていけると思います。うん、お子さんの好きなアレンジメニューであったり、まあ好きな飲み方、お気に入りの飲み方などがあったら教えてください。そうですね、基本的にはもう本当にそのまま、 飲むことが多いんですけどでもやっぱり子供たちが大きくなってきたので長男なんかは本当にミキサー出してきて自分でもう牛乳入れたりバナナ入れたりフルーツ入れて自分でこうミックスして飲み物作ったりとかしてますねあとは本当にあの牛乳入れて砂糖入れて塩入れて振ってアイス作ったりとかナポリタンにちょっと牛乳入れるとか料理の方もあの生クリームよりはうちは牛乳使ったりっていう。 風な工夫を結構してるの現在お子様との生活でどのぐらい牛乳を飲んでいるのか教えていただけますか今娘が4歳なんですけどあのまだこう牛乳を自分から飲むっていうことがまだしていないのであの自分から好きになるぐらいあのやっぱりこう取ることの大切さだったりあ牛乳っておいしいんだ って思わせる私自身がそういうアレンジをして一緒に楽しみながら常に牛乳がある習慣を作っていけたらいいなというふうに感じますね。メッセージをお願いいいたします、はい、あの土日ミルクっていうのは、えー、と実は広い意味で捉えると休みみの日にも飲みましょううとといこですよねだからあの土曜日と日曜日に限ったことではなくて例えば、えー、と冬休みとか夏休みとかっていうことでもうあの 毎日飲みまましょうっていうことだと思いいこだ思すので健全な発育のためにしっかり骨を作るためにしっかりと毎日最低1本は牛乳を飲んでほしいと思います土日ミルク目標をお聞かせください子どもたちが土日にも牛乳を取ることでカルシウム不足という栄養課題を克服するように業界として土日ミルクを進めたいというふうに考えています。 牛乳を1日1本継続して飲むということが必要なんですねえそしてこれから冬休みに入ります土日ミルクと言ってますけども土日だけではなく休みの日もしっかりと継続してミルクを飲むことが必要なんですねそしてしっかりと習慣づけをしていきたいと思いました